週末なんだ今日はね。そうですね、幅広あーでもね、うるせえな、ジャラ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 。西野の強烈なファンですか。やめなさいよ、さっきからジャラ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 って。すみません、ファンの質が下がるんで黙っておいてもらっていいですか。ねえ、すごいですよ、ジャラジャラジャラってね。漫才傑作戦で、よろしいですね。これまで作った漫才はバババってやるけど、ね、そうですね、まあそうなんですけど、はい、ちょっと一つ皆さんに聞いてもいいですか。我々キングコングのことを知ってるぞという方いらっしゃいますか。多分知ってると思います。知ってますか。知ってると思います。大丈夫です、はい、多分知ってるんだなと。だったらホッとしたそういうライブですから、非常にちょっとアットホームな感じのね。そうですね、お兄さんどうもね、よろしいですね。オートバックスの方かな。違います。昔の大の字大地さんかな。違いますか。よろしくお願いします。座ってください。でもありがとうございますからね。すいませんね。はいはいはい、なんですけどもね、まあ冒頭でこんなこと言うのもあれなんですけども、どうした、ちょっともう最近ものすごい発見を私いたしまして。どうした。これすごいですよ。聞かせよ。まあ聞きたいよね、やっぱりね。いや、まあ聞きたいね、こんなこんだけなると。まあ言おうか。じゃあこれから先皆さんもお友達とかに使ってくれても全然レベルの話なんですけども、まあ聞いたことあるかもしれません。あ、どうぞ座ってくださいね。ちょうどいいとこや。我々キングどこに行こうとしたんですか。今ものすごい発明をしたっていう話をしてるんですよ。まだ大丈夫、まだ始まってないですけど。まだ始まってないですね。まず最初ね、ジャラジャラ姉ちゃんをいじりました。説明すんなよ。説明するじゃらねんをいじった後に全員犠牲にすんなよ、お前一人のために。いろいろと一しきりやったんですが、じゃらねえちゃんってね。じゃらねえね、じゃらねえ、じゃらねえって、言いましょうか。発見したのよ。はい、すごいですよ。まあ、聞いたことあるかもしれないですけども、ホッタイもいじるなっていうのあるでしょ。あるよ、ホッタイもいじるな、ね、ホッタイもいじるなっていうのを、これ本気でね、むちゃくちゃええ感じに言うたら、ワッタイもイズイットナウに聞こえます。いや、なんかそれは中学の授業で先生が言うてたの覚えてるけど、はい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 、誰も相手にしてなかったで。そうでしょ、だから皆さんもそうなんですよ、結局言うてるわって言うてるだけで、あ、言うてるなみたいな。実際自分で本気で、本気でええ感じで言ったことないでしょ。言ったことないね、もう恥ずかしいから。でしょ。試しもしなかったから。僕この間家で一人でやったら大丈夫かぶっ飛ばげましたよ。家で一人でやったかも。試してみたんですよ、鏡に。どうやったかなと思って。どうやったかなと思って。鏡いるかこれ、ほんで今見た目関係ないの。全力でやってみたら、もう What time is it now にしか聞こえないの。ほったいもいじるなを、ええ感じに言うと、はい、この むちゃくちゃええ感じを、ただのええ感じじゃない、むちゃくちゃええ感じに言うと、What time is it now に聞こえる。聞こえます。ほんまかお前。完璧です。これびっくりしますよ。僕多分これ今やったら、実演者の皆さんすぐ時計パッて見ると思います。マジかお前。教えてくれようとすると思うわ。7時ですとか教えてくれる、言うと思うぐらい聞こえちゃう。大丈夫かお前。大丈夫、全然。だいぶハードル上がってる。もっと上げてよ。いや、だいぶ上がってるよ。もっともっと、高ければ高い方がこういうゲームって楽しいから、上げて上げても高ければ高い壁の方が、うん、登った時気持ちがいいもんなんか。いや、ほんまそういうことです。全然ウケんかった。トンボが終わるだろ。桜井さんのほら、ミスルの歌である、うん、あるな、うん、あるけども全然上げてくれてもいいぐらい、うん、これはもうそれにしか聞こえない。大丈夫か、お前、上がってるよ。いいんですか。ホッタイムいじるなをええ感じ言ったら、ワッタイムイズイットナウに聞こえるにしか聞こえません。いきましょうか。いきますよ。どのタイミングでスタッフさんむせるんですか、あれ。うかんさんって席するときコホンコホンって言うやなと思って。頼む、緊張感大事やから。いきます。ホッタイムいじるなをええ感じたら、ファッタイムいじったなに聞こえるっていう、はい、いくよ。ホッタイムいじるな。お前、上げたハードルくぐってきたな、お前。全然やな、お前。いや、もうええって。いや、ええってやな、ね、い。全然俺、皆さんこうしてへんやろ、お前。わかりましたって言われてきた。わかりました、もうおしまいや、それ。はい、わかりましたっていうこと。はい、じゃあ次のネタ行ってください、ということで。
え、そんなパターン分かりましたって言われてしまったネタの冒頭で分かりました、はい、分かりました、そのネタ分かりました、はい、次のネタ言ってくださいっていや、間違えたんですよね、まま聞こえましたって言いたかったんですよね、いや、分かったんですよね、分かりました、はい、いじりません、はい、分かりました分かりましたって言われてしまった、ちょっと待って、ほんまに言うてる、全然お前、ほったいもいじるなって、お前ほったいもいじるな、なんかゆっくり気持ち悪く言っただけの話だよ、お前全然ワッタイムイズイットなのよ、聞こえてないよ、ちょっと待って、ごめん、ちょ、もう一回して、緊張してた、一緒やって、何回やっても、俺もちょっと、一歩目のネタでちょっと緊張したんちゃうから、兆しがなかったから、いや、あるある、もうちょっとうまくやったらいけるかなっていうところまでも行ってない、大丈夫、次、絶対結果残すから、じゃ言えて、いや、違う、全然惜しくもなかった大丈夫やから、いや、期待できへんねん、お前の次に、緊張してたんや、次、もっとええ感じに言うから、ホッタイムいじるならファッタイムいじってなるになるから、なるからやらしてくれ、もう一回、もう誰も期待してんだお前、ごめんなさい、すみません、もう今ちゃんとやります、これは本当に結果残しますね、踏んでるで、ちょっと黙っとったら分かれへんやんぞ、何踏んでるで、ちょっといきます、いやいや、ホッタイムイズイットナウ、イズイットナウってイズイットナウって言ったんやないか、聞こえたお前、ホッタイもイズイットナウって言ってんだもん、後半もガリガリの英語やないかお前、そんな何やねん、ちゃうねんお前、全然思ってたんとちゃうわ、全然できてないでお前、いや俺は一発目に本当はもう歓声浴びるよ、全然できてないよお前、え、マジか、拍手の一つも起こらへんかったよお前、おかしいな、じゃあじゃあええわ、俺がやったるわ、見本見してるわ、どういうこと、お前がやりたかったことこういうことでしょっていうの俺がやったるわ、お前、お前できんの、できるよ、俺持ってんの、俺持ってるよ、何、どんなんや、できたら拍手してくださいよ、あ、確かになと思ったら拍手ください、じゃあそうじゃなかったら皆さんで分かりました、分かりましたでよ、あかん時は分かりました、うん、あ、でも、あ、確かに言われてみたらぽいなって言ったらもうこれで、うんうん、それはお前もせえよ、分かった、正直な、うん、正直な、知らんぷりありますね、あ、知らんぷり、知らんぷりする、知らんぷりする、うん、知らんぷりをむちゃくちゃええ感じに言ったら、うん、シットダウンプリーズに聞こえます、はい、鼻で笑ったな、大丈夫だよ、お客様もです、大丈夫大丈夫、ここからひっくり返す、それは無理でしょ、知らんぷりをむちゃくちゃいい感じに言うとシットダウンプリーズ、長なってるから結構大丈夫です、大丈夫、目つぶってください、じゃあ目つぶって、もう外人が喋ってると思って目つぶって、もう皆さん目つぶってください、もうでも外人やけど、何がある意味外人やねん、どこの意味が外人やねん、ある意味な、ここか、俺のここが、違う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 、感じてる、確かに外人サイズではあるけど、違います、フランクな感じがあって違います、何度か見たことありますが、うん、あなたのそこはポークピッツ、誰がポークピッツレベルです、太めやど、俺太めやどとか言うな、え、ま、知らんぷりをむちゃくちゃええ感じ言ったら、はい、シットダウンプリーズ、はいはい、ちょ、皆さん目閉じて、じゃあ、ぽかったらこれですよ、うん、いきますよシットダウンプリーズ、おこういうことでしょ、こういうことをしてください、お前うまいな、こういうのをしたいんだ、なるほどな、そういうでしょ、はい、あ、お前持ってたか、持ってるんですよ、私、オッケー、わかった、うん、じゃあ今同点ね、次俺ちょお前点いつ入れてん、お前なんで俺しか点入れてへんねん、お前なんで同点、いい感じで来てるから、いや競ってないの、俺ちょっと出していい、じゃあむっちゃええ、もうええって、いやこれお前は全然惜しくもなんでもないもん、お前1回目確かにちょっと正直緊張しすぎてたわ、うん、でも今回これはもうどうあがいてもそうにしか聞こえへんやつ持ってるから、俺はなんやねん、いいですか、うん、ごめんなさいね、うん、ちなみにね、まあ、皆様あなたも海外旅行したとしや、うん、はいはいはい、でそこでなんかいろいろ審査されるやんか、うん、で入国審査ね、そうそうそう、うん、入国審査があるでしょ、うん、そこ入国する理由を聞かれた時何てことありますか、サイトシーンっていうね、そうそうそう、ビジネスやったら大体いろいろ聞かれるからめんどくさいからサイトシーンなんで、観光ですみたいなことでサイトシーン、そういいね、そのサイトシーンなんですが、うん、例えばですよ、例えば斉藤さんが経営する寝具店があったとしようよ、まあ、寝具店であのベッド周りのなんか枕だとか、うん、そうそうそう、で、まあ、その店名は斉藤寝具店ですね、うん、ね、その斉藤寝具店をむちゃくちゃええ感じに言うたら、これもう斉藤シーンになりますいや無理やと思うよ、大丈夫です、斉藤寝具店って長いから、はいはいはい、それを短くするっていうのはここの長さが変わってたらそれ無理やと思う、いいね、その無理とかいいよ、全然いい、もうこれこそはもうハードル上げてくれてもええから、斉藤寝具店が斉藤シーンになるわけ、もう完全に斉藤シーンになっちゃいます、これは、じゃあ皆さんは斉藤シーンっていう英語を覚えなくていいわけね、今後全然覚えなくて、斉藤寝具店って言ったら斉藤寝具店の方が覚えやすい、斉藤寝具店って言ったら入れるわけね、もう、あ、いや、めっちゃええ感じに言わなかった、それも斉藤寝具店って言っても入れる、あ、はっきり言ったでしゃあないから、もっといい感じに斉藤寝具店って言ったらもう国に入れるわけね、それ俺が今から見本見してあげますよ、これから使ってください皆さんね、海外旅行する方もいらっしゃいます、ちょっとどけて目つぶってね、目つぶらんでやるいきます、
Try to sing then. 天が気になる。絶対天が気になる。俺もう思ってたよ。これ天気になるやろなと思ってたもん。案の定天が気になったもん。うせやろ。いや斉藤シング天が気になる。斉藤シングまでよかった。天が気になる。え？いや A じゃない。気になんねん。うせやん。ちょ、待って待って。斉藤シング天。天が気になる。どうしても天が気になる。多いねそこの一文字ちょっと天が。ほんまに言ってる？いや気になんねん。状況ちゃう？何状況って。だから今なんか。あ、今日西野のファンばっかりなんちゃう？よくないぞお前そういう言い方。お前よりの目線お前ファンの方否定するって言い出したらおかしいぞお前。いやみんな冷静に見てくださってるよそれ。いや状況、例えばそういう実際の状況にいたらそう聞こえんねんって。入国の時から。そうこっちも外国人さんか。そうなんか今おかしかったわ、なんか空気が。はい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 、why this country、oh, why、come okay, this country okay. Why? Try to sing ten no okay. Try to sing ten. No. Try to sing ten. No. Okay. Try to sing ten. No. Try to sing ten. No. Try to sing. Yes. だからよお前Try to singって言うてもてんのお前。全然あかんやん。これ。全然あかんやん。全然おもんないわ。お前がおもんないねで。何これ俺絶対お前全然できてへんねん。何お前あんねん。じゃあ俺あんねん。まだあんの。俺で終わらすわ。じゃあ俺ができてええ感じで終わらして、じゃあ次の漫才に行きましょうってやってるわ。何よええの出してるわ。何言うのって。風呂入ってええんちゃうっていうの、まあまあ関西弁だったら怖いけど、標準語やったら、標準語で丁寧に言うたらさ、うん、入浴していいんじゃないみたいなこと言うやんか。あ、標準語にしてね。でこの入浴していいんじゃないをむちゃくちゃめちゃくちゃもうごっさもっさええ感じに言うと、うん、ニューヨークシティインザナイトに聞こえます。 笑われてるやん。ええや、笑っといたらインザナイトは無理やん。笑っといたらええんちゃう。なな、笑っといたらええんちゃう。インザナイトは無理やって。違う違う違う、だからそこらむちゃくちゃええ感じに言うたらニューヨークシティインザナイトに、ニューヨークシティインザナイトをむちゃくちゃええ感じにニューヨークシティインザナイトに聞こえます。長すぎるもん。できたらお前拍手してよ。拍手、拍手してよ。無理やったら分かりました。分かりましたよ、うん。ニューヨークシティインザナイト。お前なんやねん、むっちゃうまいな。こういうのでしょ。お前これ完全に引き分けやないか。引き分けちゃうの。お前点取ってんの、やれや。お前やるな。お前やれや。持ってんな。なるほどな。じゃあそこまで絵の出してくんやったら俺も出そうか。はい、うん、いいよ。ごっついのあんのかい。実はもう最後やぞお前これ。いやこれ正直もうみんなお前もう今2、3進やからな。ごめんごめん、今日実はこれは言わんとこうと思ってもう真似されるの嫌やし。もうええでよ。いやこれ俺言っちゃうと明日からでも皆さん街中で使っちゃうよ。その街中で使えそうなやつか。全然使える。むしろこういう若いお客さんなんかもう毎日、今日若い方多いから、うん、使ってもいいですよ。はい、爆弾。なんすか急に行かれたんですか。なんすか急に爆弾って。いや爆弾、爆弾何。爆弾をむちゃくちゃええ感じに言うたら、うん、マクドナルドに聞く。無理やってお前。大丈夫。いやいや、動画あるやん。ん？マクドナルドの動画あるやん。あ、爆弾って4文字やけど、マクドナルドって6文字。これはね、動画の、お客様あなたもちょっと知らないかもしれないですが、うん、外国人の方って実際どの発音ってあんまりしないんですよ。あ、なるほど。うん、マクナルみたいな感じ。あ、そう。あんま言うな。マクナル。あんま言うなって。マクナル。言うなっちゃうよお前。今から俺がやんねん。やめろ。お前やめろ。俺が今からやめろ。なんとなくあるやろ。言うな、みんなまで言うな。お前とか俺にやらせろ。任しとかんかい。もう大逆転ですよ。爆弾がマクドナルドに聞こえるなんかすごいことです。うん、すごいこと。それ言ったらすごい。いきます。爆弾。爆弾やないか。キモいやつが爆弾って言っただけやだから。いやじゃないね。いや全然、いやいや俺、いやちょっと受け狙ってない。みんなそうやね、そういう反応やね、お前皆さんが。いや嘘つき、今のは聞こえた。いや全然爆弾やねん。いや嘘つき、全然マクドナルドのかけらもない。爆弾やねん。爆弾やで、キモいやつが、バケモンみたいなやつが言ってるだけや、お前。爆弾、爆弾やつ、爆弾、爆弾やつ、爆弾、爆弾やつ。ブーイツガールダン。いつガールダンやないかそれお前。
何やっぱりちょっとバーンイッツヨレツガーなんか変な入れんなお前イッツァガールみたいな受けへんからそんなん入れてくるなお前爆弾爆弾は爆弾気持ちが悪い爆弾気持ちが悪い爆弾は聞こえたいや爆弾って言ってるよバックライドポテトバックライドポテトえ、ま、バックシェイクマックシェイクやろそれバックシェイクって言ってるバックダンナルドポテトモスバーガーロキャリア爆弾やないかテロリストみたいな会話してるわお前順に爆破していこうみたいなことちょもうええわもうほんまにええわなんでキレてんねんお前が全然思んないお前が滑ってんねんやろ一人滑ってるってなんやねん滑ってんねんやろお前一人お前が笑い物にしてんねんやろ俺よお前が全然届いてないから俺はフォローしたってんねんやろもうええあいやもうええカッコつけんなお前もうええわカッコつけんなほんまにもう爆弾もう飽きてきたんでみんなもうもうじゃあもうこれ最後ええねんもう 何回最後すんねんお前これいかつやつあるさっきの最後ちゃうんかいかついマジでいかつこれやったらみんなもうすげえハゲるマジでハゲんのかお前すごすぎるこれやってみんなハゲんのかお前ハゲちゃう抜けちゃうこれもうすごいからなんやねん出しますすいませんこれもう最後です皆さんこれはご存知のフレーズなんですが、うん、どげんかせんといかんってあったでしょあ東国原さんや東国原知事のどげんかせんといかん知事になられた、ね、宮崎県知事になられた時の、ね、一世風靡しましたよ、はいはい、そのどげんかせんといかんを、うん、むちゃくちゃええ感じに言うたら、うん、Don't get かせんといかんに聞こえますちょいやかせんといかんってなんやお前んいや Don't get わかるわよかせんといかんって何はい、作ったんや作ったらあかんやん Don't get かせんといかんいやいや、かせんといかんってないのんかせんといかんって何作ったんやけどいや、お前そこ作ったん、うん、お前すげえな、お前なんでいかついな、お前そういう英語ないのかせんといかんっていう英語はないないのうん、作ったから Don't get かせんといかんかせんといかんって何作ったんや作ったらあかんやんそれ作ったらもう何だってよくなるよ、このルールがお前もうほんまにええわ何がほんまにええのもうええもうええでやめろもうやめろもうええじゃこれだけ聞け何やねんもうええでもう今のが最後伝えろ鳥居さんがねもうええ鳥居さんを連発で言うたらサントリーに聞こえます待て待て待て鳥居さん待て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 ルールが変わってるよありがとうございました